マックス村井さんははオアコンです、はいなぜマックス村井さんがオアコンかとえ言いますとマックス村井さんチャンネル登録者数が140万人いますでも今1本あたりの動画再生数2万3万再生ですよ で、マックス村井さんが終わった原因になったのは、まあ、マックス村井さんってさ、まあ、その赤いパーカー着てで、歌のお兄さんみたいな感じじゃん立場的にそう子供に人気のお兄さんみたいな感じでリアクションもすごい取って動画上げてるわけじゃんでもある時ねマックス村井さんに悲劇が起こりました それは何かアップバンク創業時のアップバンク上場時の経理担当の役員が1億4000万円横領しましたその時に横領した役員の人が暴力団じゃないけど、まあ、暴力団らしき人に恐喝をされたっていうことを言ったことで それをねネットでえんそれをネット民たちが炎上させましたそれに対してマックス村井さんが反論する動画を上げた時にすごいブチ切れたわけですよで子どもはねそれを見て何と思うかえっみたいなあの動画を見た子どもたちは現実に帰るわけですよこの人って怖い人なんだ やばいんじゃないのっていうだから俺は言ったんだよマックス村井反論したいんだったら動画じゃなくて IR 出せって <laughs> IR 出せって IR っていうのはねその、ま、あのアップバンクの株を買ったりとかする人用の、ま、広報ですよそれやっとけば キッズ層は離れなかったって。なぜ動画でブチ切れたで、あともう一つ。マミルトンじゃなくて、スプリング・マオさん、ね。スプリング・マオさんで言って、アップバンクでその働いてたね女性社員の人が会社をその辞めて、他社にこう転職をする時も、 なんと動画でブチギレる <laughs> 動画でブチギレたわけよマックス村井さん俺があそこまで引き上げてあやったのによって言って俺がスプリング・マオの夢を叶えてあげたのによーっていうでもスプリング・マオさんの悪口だけで20分ぐらいの動画を作りましたよあの人は。 それもドン引き、キッズからすれば。もうそれの繰り返しよ。で、まあ、そういうことで炎上していくから、マックス村井さんね、まあ、低評価、高評価、つけられないようにしました。<laughs> 低評価、高評価制度を廃止をしました。 でさ、YouTube って、なんだかんだ言ってさ、ちょっとなんかその動画投稿者をいじりたいっていう人も見るわけじゃん、動画を。ね。それも1、1動画再生よ。再生1よ。ね。そういうなんか、ジじ馬根性あふれた視聴者たちをなくしちゃったわけ、マックス村井さん。で、そのせいで、 どん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 ね、えー、マックス村井さんのチャンネルから人が離れていくわけですよで、まあ、アップバンク、まあ、マックス村井さんの YouTube チャンネルのね収益っていうのはアップバンクに入ることになってるでそれがアップバンクの売り上げにもなるわけですよで僕はあることに気づきましたアップバンクが株式上場をしてから アップバンクのメディア事業赤字です <laughs> あ違う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 、えー、上場してからじゃなくてアップバンクの、まあ、黒い疑惑が出てからなんとメディア事業赤字なんですよメディア事業が赤字ですでアップバンクのメディア事業でいうと まあその動画を作ったり動画のねまあ広告の収益だったりとかアップバンクがその運営してるまあアプリとかまあサイトとかの広告収入ですよそれが赤字なんですよ今アップバンクは何で持ってるかっていうとストア事業なんですよねストア事業でアップバンクのショップとかで iPhone ケースとかを出しましたでそれの利益で今アップバンクは持ってるわけよ だからもう落ちたんだよあの人はまあでもねマックス村井さんからすればアップバンクの株価が下がろうが知ったこっちゃないんだよなぜかというとマックス村井さんアップバンクの大株主なんと156万株持ってますで今のマックス村井さんの総資産なんと13億円です 日本の YouTuber じゃ一番の金持ちですよねそれはだからあの人にとってはもう YouTube は趣味でしかなくなったんだよそういやマックス村江さんにとって YouTube はもう趣味でしかなくなりつつあるんだよねだ昔のあのガツガツ感がもうないわけよ だアップバンクがその上場する前はさまあそのね自分の頑張りがアップバンクの利益になってねアップバンクのその利益になるからっていうことで必死こいて頑張ってたんだけどたくさんのお金をその手に入れてしまった今動画に対するモチベーションがものすごい減ってしまった彼はだから僕は残念で仕方がないんだよ マックス村井さんそう <laughs> だから僕はあのー、マックス村井さんいじりますこれからも <laughs> あの裁判を起こされないレベルでマックス村井さんをいじります裏事情詳しいですね裏事情詳しくないよって 全部俺が話してるのはアップバンクのホームページに載ってるデータをもとにして話してるだけだからねそうでもここまで言われたらキッズマックス村井信者は中身のある反論は一つもできないんじゃないですかでもねこういう話をするとマックス村井信者は 何にもこの中身のある反論ができないんだよ全然そうできないんですよ信者まだいるの信者はいっぱいいるよまだそうマミルトンやめちゃったんだマミルトンはまだやめてないよ総資産13億円 で、僕はその話を YouTube ですると「ヒカキンの方がお金稼いでるし」<laughs> すぐ YouTube のキッズたちは「ヒカキンの方がお金持ってるし」ってなんか言っちゃうんですよねいてーよなキッズはバカじゃないの本当にバカじゃないの本当に 頭悪いんじゃないのと思うわけよお前総資産13億円だぞおい <laughs> あのねなんかね勘違いしてるかもしれないけどヒカキンは毎日動画上げなきゃいけないですでもマックス村井さんはね 会社の業績が上がればね数十億なんかすぐですよ数十億ですよ分かってないよな本当にそういうところが運用だけで食っていける だからアップバンクが例えばさ、まあ、そのアップバンクが、まあ、今年あのポケあ去年かあのポケモン g o n n n i n t e n d ポケモン GO をリリースしたじゃんであの時にアップバンクも何かやるんじゃないかっていうことであのアップバンクの株価がねストップ高になったんですよ1日だけで1日でね あの1億円資産が増える男だよ。マックスらいはあ1日で1億円資産が増える男になったんだあの時に。<laughs> 1日2億かな、確か。それぐらいあの資産が増えた男になったんだ1日で2億だぞ。 150円だから1日でストップだが150円上がってるはずだから2億マジだよこのオワコンぐらいだと具合ぐ,ぐ,ぐらいだともう売り抜けた方がいいんじゃないのこのオワコンぐらい <laughs> そしたらもうアップバンクの株暴落でしょ 毎日家帰る毎日家帰るよそうだから夢があるんだよねでまあヒカキンさんとかねまあヒカキンさんとかまあそのはじめ社長とかが所属してる株式会社ウームもねまあ上場するんじゃないこの調子だと、うん、あそこも多分ベンチャーキャピタルの資金が入ってるからまあ、ベンチャーキャピタルの が多分ねねすげーあの言ううと思うんだよ、ね、早く上場しろよみたいなさっさと上場しろよみたいな感じで言うと思うよだからまあヒカキンさんがどれぐらいウームの株持ってるかわかんないけどまあヒカキンさんがウームの株をある程度持ってたら激アツだねうんそう激アツ ブームはね上場しそうだよすごくヒカキンはあの役職ついてるよだからどんだけ株を持ってるかっていうことを調べたんだけど出てこないんだよねそう出てこないのうん非公開なんですよ